こんにちは、ゼロゼロです。今回の動画では、キンプリの新曲、Where are you a n g の MV に込められたあるメッセージについてお話ししたいと思います。この MV は、頑張っている人をキンプリが見守り、背中を押すような内容になっています。平野翔は、この MV について、自分も誰かに応援してもらえてるんだなとか、背中を押してくれる人、 見守ってくれる人がいるというのを感じてもらえたら嬉しいです。とツイートしています。では、どんなメッセージが MV に込められているのでしょうか。それでは、早速 MV を見てみましょう。さて、MV を見てみると、ストーリーは5人の少年たちがそれぞれの夢に向かって挑戦する様子が描かれています。彼らは、サッカー選手、ボクサー、 ダンサー、バイオリニスト、ミュージシャンという異なる分野で活躍することを目指しています。しかし、夢に向かって進む道は決して平坦ではありません。彼らは、ライバルや敵に負けたり、怪我や病気になったり、仲間や家族との葛藤に直面したりします。そんな時、彼らの背後には、キングプリンスがいつも見守ってくれています。彼らは、 少年たちに励ましや応援の言葉をかけたり、一緒に笑ったり泣いたりします。キングプリンスは少年たちの夢を共有し、一緒に成長していく仲間として描かれています。さて、MV を見た後に、平野翔がツイートした内容を見てみましょう。彼は、この MV について、頑張っている人を僕らが見守り、 背中を押すような MV になっています。これを見て、自分も誰かに応援してもらえてるんだなとか、背中を押してくれる人、見守ってくれる人がいるというの、感じてもらえたら嬉しいです、とコメントしています。このツイートから、平野翔が MV に込めた思いが伝わってきますね。彼は、夢に向かって頑張る人たちに寄り添いたいという気持ちを持っています。また、 彼自身も夢を追い続けるアイドルとして、応援してくれる人や見守ってくれる人の存在に感謝しています。このツイートに対して、ファンからは、紫明くんは私たちが応援してるよ。いつも寄り添ってくれて、心のそばにいてくれてありがとう。いつも紫明くんに、そして、キングプリンスのみんなに背中を押してもらってます。 というメッセージが多く寄せられました。さて、MV には、岸優ユタと神宮寺ユ太タが、それぞれ、ボクサーとミュージシャンという役柄で出演しています。岸優ユタは、ライバルとの試合に敗れて落ち込むボクサーを演じています。しかし、キングプリンスのメンバーや仲間たちの励まして立ち直り、再びトレーニングに励みます。岸優ユタは、 この MV に合わせてボクシングの練習をしたそうだ。その成果が画面から伝わってきます。神宮寺雄太は音楽に情熱を注ぐミュージシャンを演じています。彼は自分の曲を作ったりライブをしたりしますがなかなか認められません。しかし、キングプリンスのメンバーや仲間たちの応援で諦めずに挑戦し続けます。神宮寺雄太は この MV でギターを弾いたり、歌ったりしていますが、その姿は本物のミュージシャンのようです。キシユタとジングージユタは、MV で演じた役柄と同じように、現実でも夢に向かって頑張るアイドルです。彼らの決意の真相は、MV に込められたメッセージと重なっています。さて、MV を見た後に、ファンの感想を見てみましょう。 MV には多くのファンが感動したり、涙したり、元気をもらったりしたようです。MV に出演したジャニーズジュニアの5人にも褒める、声や応援する声が多く寄せられました。Where are you, a n g m v 見ました。素敵な作品でした。キンプリとジュニアの絆が感じられて、胸が熱くなりました。夢に向かって、 頑張る人たちに寄り添うキンプリの優しさが伝わってきました。Where are you, a n g m v 本当に素晴らしかったです。キンプリとジュニアの演技がすごく上手で感情移入しました。特に、騎士君と神宮寺君のシーンは泣きました。キンプリとジュニアの関係性も微笑ましかったです。Where are you, a n g m v 感動しました。キンプリとジュニアのコラボが最高でした。 ジュニアの子たちも可愛くてかっこよくて、これからも応援します。キンプリの火星も素敵でした。この曲を聴いて、自分も夢に向かって頑張ろうと思いました。さて、MV の終盤では、5人の少年たちが、それぞれの夢に一歩近づく様子が描かれています。サッカー選手は、試合でゴールを決めて喜びます。ボクサーは、 ライバルとの再戦に挑みます。ダンサーはオーディションに合格して笑顔になります。バイオリニストはコンサートで華麗な演奏を披露します。ミュージシャンは自分の曲をレコーディングします。彼らは夢に向かって頑張った結果を収穫しています。そんな彼らの背後にはキングプリンスがいつも見守ってくれています。彼らは 少年たちの夢を祝福し、一緒に喜んだり感動したりします。キングプリンスは少年たちの夢を叶える仲間として描かれています。最近、非常に多くの個性的な演技派の若手男性俳優が活躍していることが目立つようになりました。この数年間で主演級に成長した俳優や、主演になる可能性の高い次世代俳優もたくさんいます。 芸能人、有名人の人気度や将来性について調査を行っている株式会社アーキテクトが最近発表した大優部門タレントパワー上昇率ランキングによると鈴鹿ひさしさんが1位に選ばれましたランキングはタレントの認知度と誘引率の調査データを掛け合わせて算出された独自の指標 パワースコアをもとに作成されています。このランキングは2022年11月度に調査したデータをもとに、大有部門で2022年8月度の調査と比較して、スコアが大幅に上昇した順にランキング化されています。T オープニング3の結果は以下の通りです。鈴鹿久ささんは2000年1月11日なせまれで岡山県出身で、 2019年に映画、蜜蜂と園内で俳優デビューしました。サイレントという2022年のドラマでは、川口の春菜さんが、元恋人の戸川港と役を繊細に演じ、高い評価を得ました。彼女は、3月24日に公開された映画、ロストケアでは検察事務官役を演じ、また、 3月30日からネットフリックスで放送される実写版。君に届け、では風早翔太役を演じます。川口さんは、1917年1月29日に愛知県で生まれ、2012年にジャニーズ事務所に入所しました。2018年には、彼女は、花のち晴れ花を NEXT SE や声ヌで、 初めての連続ドラマ出演を果たし、キングプリンスのメンバーとして CD デビューしました。2022年秋クールの黒サにデシュエンを務め、11月には、シユータさんとジングージユータさんとともに、2023年5月をもってキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所を退所すると発表しました。彼女の発表により、 注目を集め、スコアが大幅に向上しました。もう一人の俳優は、1917年2月16日に東京都で生まれました。2020年に、スノーマンのメンバーとして CD デビューしました。また、ドラマ、サイレントの、桜草役や朝ドラ、舞い上がれ、の航空学校の生徒、柏木博明役で出演し、 注目を集めました。そして、2023年3月17日には、主演映画、私の幸せな結婚が公開されました。